アズムマイナス62103は、ベラルーシの輸送用機器メーカーであるベルコムンマッシュ、およびシュタドラーミンスクが展開する路面電車車用。車内の一部を低床構造とした超低床電車である。2000年に路面電車事業に参入したベルコムンマッシュは、翌2001年から初の量産車であるアズムマイナス6102の製造に着手し、 ベラルーシやロシア連邦各地の路面電車に向けて導入が行われた。これをもとに設計された改良型車両が a s 六6 2 1 0 3である。ループ線が存在する路線での運用を前提としたカッター運転台のボギー車で乗降扉が右側に3箇所設置されている。そのうち中央部の乗降扉付近を含めた車内全体のントは 床上高さ 365mm の低床構造になっている。車内の座席配置は1、2列のクロスシートを基本としているが、顧客の要望に応じた変更も可能である。電気機器は VVVF インバータ制御に対応しているほか、制動装置には電力を回収可能な回生ブレーキが採用され、電力消費量は ASM-6102 と比べて、 最大50%削減される。2009年に最初の車両が製造されて以降、ASM-62103 は、以下のロシア連邦やベラルーシ各都市に導入されている。2014年以降は、車体デザインや構造、機器の見直しを行った改良型車両であるイナス8 0 2の展開が行われているが、より安価な ASM-62103 の需要は、 高く、2020年現在も両車は、並行して展開が行われている。下記の車両のうち、火山市電向けの7両及びスタールヨスコル、市電向けの2両は、シュタドラーミンスクによって生産された車両である。また、ノボシビルスク市電に2017年以降、導入されている車両は、旧型電車の大枠や車軸を用いた、機器流用車として、 EKM シベリアによって生産されており、2020年以降も重量の追加導入が予定されている。ありがとうございます。